ヨ道線。ヨ線は、高知県高岡郡四万都町の和会駅から、愛媛県宇和島市の北宇和島駅に至る、四国旅客鉄道、JR 四国の鉄道路線、地方交通線である。愛媛県と高知県を結ぶ、唯一の鉄道路線で、土佐黒潮鉄道中村線と予算線を結んでいる。高知県内では、 四万十川の上流部に沿って走る路線であることから、四万とグリーンラインの愛称が与えられている。なお、戸佐路塩鉄道中村線からの分岐点は、正確には、和歌駅ではなく、中村線の和歌駅海外駅間にある、川奥信号場で、和歌駅川奥信号場間は、戸佐路塩鉄道中村線にも属する重複区間と、な、いる。また、 東路線各駅の駅ナンバリングは番号部分に限り土山線の工事駅からの投資番号になっている。2018年10月に愛媛県ヨ土線利用促進対策協議会がヨ土線サポーターを開始した。内容は鉄道ファンだけでなく地元の関係者から路線存続に向けて活動を行う予定。北上東吉野生官は 宇和島鉄道と呼ばれる、京弁鉄道であった名残から低規格で非常にカーブが多く、この区間の列車は極度に低速である。逆に、江川崎、歌今は1970年代に新たに開通した高規格路線で、比較的高速の運転が行われる。清流四万十川沿いに走る線として有名で、土佐大正大港川崎間は蛇行する四万十川を、 し刺しにするように線路が敷かれており、進行方向のどちらからでも四万十川を見ることができる。この区間では風景を写真に収める人も多々おり、非常に眺めの良い絶景が続く、毎年5月頃に曽川駅前では四万十川の両端で鯉のぼりの川渡しを見ることができる。高川崎異は流域に人家の多い支流。ひろみ沿いに走るが。 川の風情は本流ほどではない。そのように恵まれた沿線風景を旅客誘致につなげる目的で、国鉄時代の1984年からトロッコ列車、清流四万と号の運行が開始された。国鉄、JR グループとしては最初のトロッコ列車で、以後各地の国鉄、JR 線でトロッコ列車が運行されるようになった。 途中にある繁華駅はその読み方から、クイズ番組などに取り上げられることが多い。若い、若いと言われ喜び、ハゲ、繁華と言われて起こり出す。大正、土佐大正、昭和、土佐昭和があって、なあせ、方言で、なぜ明治、平成、と続くこともがないと、地元で歌われている。幹線交通路からは、外れた換算路線であり、特急列車は運転されておらず、 全列車が普通列車で、高川崎宇和島間の一往復を除き、ワンマン運転を行っている。高知県側からは、土産線久保川駅から列車が発着している。久保川駅発着の列車の場合、久保川、和歌今は、土佐黒潮鉄道の鉄道路線であるので、この区間は、土佐黒潮鉄道の運賃210円、2015年限、を別途要する。学校が、 休みの期間中は、車内で、青春18切符で乗り通す人は、若い久保川間の運賃を払うようアナウンスされる。久保川宇和島間の列車のほか、高川崎、近久市宇和島間などに、区間運転列車があり、1から3時間に1本運行され、宇和島からは22時台半ばまで運行されている。輸送量が少ない事情から、 古くは1960年代のキハ02系、レールバス、1987年にはキハ32型、などの小型機動車が投入された。一時、高松久保川宇和島間運転の急行、足釣りが1往復設定されていことがあり、淀ド船内は、快速となっていた。直通がなくなってからもしばらくは、久保川宇和島間運転の快速が1往復、残っていた時期があり、 初期の宇和島駅からの青流四万と号が連結されてた。現在はキハ三32型での運用のほか、キハ五54型で運用される列車もあったり、2006年5月頃までは、宇和島大港川崎間の一往復のみ木ハ185、計3000番台もしくは3100番台が運用されたこともあった。2010年頃より、 車両の前面下部に鉄棒が装着されているが、これは沿線で増加する鹿との衝突を想定したもので、車両の下へ巻き込ませないための予防的措置である。このほかシマン、トルッコ、海洋道ホビートレイン、鉄道ホビートレイン、それぞれ時節以降参照が運行されている。 1984年夏にに軸無外貨車のトラ4万5000系トラ15万2 4 6 2を改造して運行開始以来、春から秋にかけて、清流四万と五、清流四万と四万とトロッコ、四万トロッコなどの名称運行され続けている。 1997年にキクハ32系キクハ32-501も加わり、青流四万と51.52号として運転し、トロッコ列車が1日に往復していた時期もあった。なお、貨車改造トロッコに連結される機動車は、エンジン出力の大きいキハ54型になる場合が多い。キクハ32系トロッコに連結される機動車はキハ185系である。 貨車改造トロッコは2013年、平成25年10月にキハ54型キハ54、4とともに、九州旅客鉄道、JR 九州などの車両デザインを手掛けている、三桜栄治によってリニューアルされ、シマムトロッコ愛称をつけて運転している。与道線では、利用促進を図るためホビートレインを企画し、運行している。2011年7月から、 海洋道ホビー監視マンとの開業に合わせて海洋道のフィギュアを展示する海洋道ホビートレイン運行を開始した。当初は1年間ほどの運行予定であったが期間が延長された。2013年7月には SF をコンセプトとした2代目デザインにリニューアルされ以後も定期運用されている。2016年には沿線地域で2016億四万と白と 愛媛めいの南洋博2016が開催されるのに、合わせて四万十川に住む、カッパの世界をコンセプトとした三代目デザインの、海洋堂、ホビートイン、カッパウヨウヨ号にリニューアルされ、7月から運行されている。また、ヨド線の全線開通40周年及び宇和島、地下長間、開通100周年に合わせ、霊京新幹線をイメージした。 鉄道ホビートレインを2014年3月15日から運行開始している。2017年3月にタカラトミーの鉄道玩具プラレールとのコラボレーションを発表。2018年3月までの1年間の予定で鉄道ホビートレインプラレール号として社内でプラレールの展示を凍っている。宇和島駅、久保川駅でもプラレールジオラマの展示を行っている。 1997年7月28日から8月18日の間、臨時列車ながら特別急行列車として、アイラブシマントが、高中和島松山間で運転された。2日間で一往復していた。同年9月以降の運転は、高中和島間1日一往復になり、同年11月までの土曜、日曜、祝日と、1998年、 1999年は7月から9月の土曜、日曜、祝日、夏休み期間は毎日のアイダウンされた。土佐路塩鉄道内の特急料金、指定席料金は収受されなかった。朝の列車で、県市長官の輸送を行っている2007年5月、現在、下り 48333D が、高知新聞を、上り 4832D が、 愛媛新聞を数十部積見、共に、高川崎駅で業者に引き渡している。2014年2月に、JR 四国が、鉄道ホビートレインを、同年3月15日から運行を開始することに、伴い、マム、トロッコと、海洋道ホビートレインと共に観光列車の、ユニットとして、ドセ線三兄弟と名付けた。長男を、マム、トロッコ、次男を、 海洋道ホビートレイン、三男を鉄道ホビートレインとし、同時にロゴマークを発表した。通称は、ヨドラインブラザーズである。2015年3月7日に、デビュー1周年記念として、宇和島運転区機関庫前に展示した。また、ヨド線三兄弟を連結したイベント列車を2014年10月には、中予三兄弟初めての遠足号として、 2015年10月には、ヨド線三兄弟2015秋の遠足号として、2016年12月には、奥島ントクリスマス号として運転した。路線全体の平均通過人員、輸送密度、人、日は以下の通り。ヨド線は、私鉄の宇和島鉄道によって開業した、期間 762mm の軽便鉄道が、羊である。 宇和島鉄道発起人の今西勘一郎はかつて、宇和島吉野生村間の鉄道計画に参画していたが不況により実現しなった。1910年頃、伊予鉄道の井上目に、宇和島地方の交通事情の話をしたところ、井上より鉄道計画の再考を助言されたため有志を募り、宇和島鉄道を出願。1911年に免許状がカ付された。 株式の申し込みも東京方面の実業家か,から得ることができたが、今世、井上などの役員が去るなど、社内の混乱もあり1914年になって開通した。宇和島側から吉野世までの路線で、宇和島線と称しており、また他の国鉄路線と接続のない孤立路線であったが、1941年、昭和16年に後に、 予算線となる上島うの町間が開業し、これに合わせて 1067mm 機間への改め機と起点付近の線路の付け替え工事を実施し、北宇和島が起点となった。第二次世界大戦後に、愛媛、いい高地と差を結ぶことを目的に2回にわたる延長が実施され、1974年、昭和49年の全線開通に合わせて、 九国名の頭文字を取って、淀線とした。愛媛と高知を結ぶ鉄道はこのほか松山、佐川間や、宇和島スクモ中村久保川間などが計画されていたが、実現したのは淀線だけである。国鉄末期の特定地方交通線の廃止に、際しては、輸送量では、存続基準を満たしていなかったが、平行道路の未整備を理由に存続した。 しかしこれに関しては、当時久保川町で計画されていた久保川原子力発電所と絡んだ政治決着であるとの指摘もある。便宜上、末端部の全列車が直通する久保川駅及び、宇和島駅も含めた区間を記載する。淀ど線内は、起点駅、終点駅、他路線と接続する駅を含めて、緑の窓口が設置されている駅が皆無である。ただし、 両端の駅から全列車が直通している、久保川駅や宇和島駅には設置されている。1941年7月2日の経路変更により廃止された急線。宇和島駅、下村駅、高久市駅。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。